出てきました第290回トイック公開テストの感想を言っていきたいと思います。リスニングにも出てきた、あれリーディングにも2回出てるぞみたいなのがあったんで、本題始まりました。もちゃちチャンネル。さあ今回ですね、受けてきました第290回トイック公開テストの感想を言っていきたいと思います。まあ、今回はね、知ってる会場だったんで、まあ、珍しかったというか、最近は大会場ですね、東京会議場ばっかりだったんですけど、珍しく、ね、ちっちゃい部屋に当たったので、まあ、そこは良かったんですけど、やった小さい部屋、しかも1人掛け2人掛けで、まあ、100% 2人掛けに当たるわけなんですが、あ、やっぱ2人掛けに当たったなと思ったけど、隣来なかったんで、お、隣がいない状況めっちゃ久しぶりだと思ってね、好条件のままやりましたし、時計もある会場だったんで、やったぜと思って、時計あるとね余裕なんですよね、急ぐ必要ないんで。でまあ十何分前ぐらいかなに終わってトイレ行って、で、あ、今回は余裕だったなと思いながらですね、まあ答えの根拠がこれ微妙じゃねえのっていうのはありましたけど、弱すぎねっていうのはあったんだけど、まあ少なくとも今年受けた 1,2,3,4 の中では一番簡単でしたね。迷った問題は1個もなかったですね。あ、これ考えさせるなと思ったのはあったけど、という形でだいぶ簡単でした。ただ簡単だからといってね、満点が取れるかは分かんないのでね、偏差値なんでね、簡単な時ほどちょっとでも間違ったら満点取れないっていう風になるので厄介です。まあどうなるか楽しみですが、ちっちゃい会場だったのに集めるのがすごい遅い人で、退出が遅かったな。他の部屋もう出てってるのに、なんか出ていけなくて、せっかくちっちゃい部屋なのにまだ出れないのってなりましたけど、じゃあそれぞれですね、感想を言っていきたいと思います。まずパート1ですね。はい、パート1は、まあ普通かな。過去に出てきてる表現がやはり多いですね。まあ、ちょっと難しいのもあったんですけど、あ、過去に出たこの表現とこの表現が合体して出てるみたいなのがあったんですけど、初めて受ける人にとっては難しいと思いますよ。ただやっぱ何度も受けてるとか、トイック対策きちんとしてるっていう人からすると、あ、また出ましたねっていう感じでした。全体のレベルとしては、まあ高めだけど、トイックやってる人たちからすると優しいなんで、まあ一応普通にしておきますね。で、パート2。ですね、これは、んー、まあ普通か、やや優しめじゃないですかね、今までのと比べると、なんでかっていうとですね、結構ストレートなものが序盤にバーって出たんですね。変化球とストレートっていう返答があるんですけど、ストレートのものが来ると簡単、変化球は難しめっていうんですけど、ストレートがずらーっと並んだんで前半に、あ、これは後半めちゃめちゃ難しくなるだろうなって思って構えてたんですね。あ、これやばいぞって言ったけど、後半も別になんかすごい難しいっていうのは出てこなかったですね。これあれなんつったんだろう、聞き取れないなみたいなのは一もあったんですけど、でも消去法でいける問題だったんで、だ全体としてはいつもより優しいなと思いました。パート2全体ですね。だ変化球が甘かったって感じかな今回は。でパート3、4ですね、これどちらもまあ普通って感じかな。4の方がまだ場面が浮かびにくいものが出てたなっていう感じですね。ただ表現自体は結構レベルの高いものも入ってました。あ、この表現知らなきゃわかんないよねみたいなね、ちょっとなんか流行りありますね、うん、今回この単語よく出んな、あれリスニングにも出てきた、あれリーディングにも2回出てるぞみたいなのがあったんで、好きな表現だな。クォートが何度も登場してましたね。その見積もり額とかそういうやつですね。少なくとも3回か4回だよね見たんで、ちょっと流行りなのっていう風に思いましたけど、はい、そんな感じですね。パート3に関して3人会話が後半だったね。なんか最近序盤に出てくることが多かったんですけど、あ、だいぶ後ろに出てくるな今回2問ともっていう風に思った。だからそもそも解きながら出てこないな3人会話、このまま終わっちゃうのみたいにね。で1個出てきた、あーやっと出てきた、あれもう1個は、あれもう1個はみたいな感じで、グラフィックの直前にもう1個出てきた、あー出た出たみたいなね。グラフィック問題楽でしたね。どれも優しかったな。見取り図のやつなんてもうこれしかないでしょ絶対答えっていうやつだったね。はい、という感じでしたかね。ではリーディングですね。パート5はまあ普通としときますかね。優しい問題も多かったです。なんかもう即答できるものがすごく多いなって思ったし、難しい単語もなかったですね。難易度の高い語彙問題とかもなかったんで、まあ優しめなんですけど、ただやっぱ構造が分かんないと解けないっていう問題が難しかったかな。あと名詞足す名詞か、それが何問かありましたよね。そこが厄介だなって思ったね。なんか引っ掛ける気満々だなっていう印象を受けました。何単語を使わないでも
引っ掛けさせるっていうのをすごく印象として思いました。まあ普通だけどそこは厄介って感じかな。でパート6はまあこれも優しい問題とうってなる問題が分かれてましたね。優しいのも本当即答できるのがパッパッパッとあったけど、んーこれどうなんだみたいなのはね、多分あんま見たことない表現が正解に出てたと思うんで、一応普通としときますけど、それらの表現を知らなかったらえってなっちゃうよね。いやまあね、引っ掛け結構巧妙だったんですよ。その表現知らなかったらこっちに飛びつきたくなっちゃうなみたいなのがいくつか用意されてましたね。まあこれパート5も同じでしたけど、うん、すごく感じました。でパート7はこれも余裕があったなって感じ、うん、まあちょっとねいろいろトラブルとかが今あって、ね、別のことを考えながらもリスニングもリーディングもね望んでたんで、うーってね、はあ、集中できんみたいになってたんだけど、それでもリスニングで分かんない問題はなかったし、パート7でも分かんない問題はなかったんで、これで満点取れてなかったらすごい嫌なんですけど、まあサクサク終わってったなっていう感じですね。照らし合わせもいつもよりなんか少なく感じましたね。少ないってことはそんなもんないとは思うんですけど、なんか特にシングルパッセージ、あれもっと照らし合わせない普通って思ったりとか、もっと推測しなきゃいけないんじゃないっていう、推測問題はあるけど別にそこまで推測しなくてもいけるじゃないっていう感じでシングルがどんどん進んでった感じですね。でダブルパッセージに入って、まあだからこのマルティプルパッセージに入るときにトイレ行くことが多いんですけど、あ今回結構時間あるからもう進んで解いちゃおう全部って思って、でダブルパッセージがあって照らし合わせの問題少ないなと思って、2つの二分子を照らし合わせのこれ一個一個もしかしてこれって思いながら解いて、でトリプルパッセージ入って、であ読まなきゃいけないやつも出てきたなと思いながらやってって、あこれも照らし合わせだいぶ楽だなと思いながらやって、で一番最後の問題だけ、本当にこれだけで回答根拠として成立するかって言って無駄に読んじゃいましたね何度も。いやまあまあヒントがこれしかないけど、でもこんなんさ他の可能性だってあるじゃんって思いながらねやりました。そんな感じでまあ十何パー待ったって感じですね。パート5とかも全部解き直して、で6もやって、で、はい、終了です、みたいな。はい、どうでした?皆さん、こんなんだったよっていうのあったらね、コメントでお知らせください。で、まあ、それで、なかなか退出できないので、うーってなりながらね。多分まあ、外がどんどん出てってるから、焦ったんだと思う。試験官の人も。スピード上げて、で、帰れて。で、バス乗ったんだけどね、そのまま当然すごい混みになっちゃうわけですよ。みんなが一気に出るから。でもね、そこはね、23個は違ったなって思ってね。ていうかまあよく知ってんですよ。そのまあ使ってたバスだから、めっちゃ来るっていうのも知ってたんで。で、トイックに合わせてだったのかはわかんないですけど、めっちゃ来た。4台連なってきたからね。さすがに4台連なればね、乗れます。3台目で乗れたな。で1台目、2台目の人、かわいそうだなと思って、めちゃめちゃぎゅうぎゅう。このコロナ禍でね、めっちゃぎゅうぎゅうのバス乗らされて。で、後ろどんどん来るっていうのも知ってたんで。で、3台目さ、乗ろうって言ってた時にはもう4台目がいたから、後ろに。あ、やっぱさすが。ここのバスめっちゃ来るなって。まあ実はいろんなバスがそこも集合するところなんですね。集合して同じ路線でそのターミナルのところまでこう行く、その道なんでめっちゃ来るんですよバスは。なんでまあすんなりと戻ってこれたって感じですね。はい、こんな感じのトイック受験でした。今回さあ皆様どうでしたか。いや今回取れればね99回目なんで、いよいよまあ楽しみっちゃ楽しみになりますね。100が見えてくるんで、いやー怖いなー、わかんない問題ほんとなかったんだけどなー。この後ですねまたライブもやりますので、はい、反省会ライブですね、6時からやりますので、そちらも見てみてください。時間だったらのメンバーシップのアーカイブになってしまいますので、なるべく早めに見てもらえればと思いますね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ふう、疲れた。